こんばんは、杉浦日記ようつべ版。ただいまの時刻は、1月24日月曜日午後8時2分です。昨日かな、今日かな、アウトドアショップのモンタニアさんの、LINE のメルマガ見て、入荷情報見て、なんだこれやっちゅうか、なんか欲しかった、この、これを買いまして、今ちょうど開けようとしているところです。はい、これはですね、ついでに買った堀西 の、 詰め替え版ですが、これ安かったですけど、期限近いから安かったと思うんですけど、こっちですね、今日は主役これですね、鉄製の湯たんぽでございます。で、デニム、これ2種類あったんですけど、デニムの柄の湯たんぽ入れもついてますですね。はい、で3300円でございます。はい、これ何がいいかって直火にかけれるところですね。直火、基本的に物草なので工程が一つ増えるともうそれで使わなくなってしまうんですけど、そのまま火にかけれるってことは、一つ夜間を、夜間ですね、夜間を、で、湯を沸かすという工程が省けるということですよね。キャンプ中でも薪ストーブにそのまま置いて温めることができるわけであって、1工程減りますんで、それがすごい楽そうですし、まあ、なんか日本製、まあ、日本製は日本製ですごいいいと思うんですけど、そうですね、丸か、湯たんぽ大正生まれ、すごいなと思いますが、なんかいい感じで光ってます。はい、でございます。これなんだろう。はい、で、まあ、参考までにですね、湯たんぽを横に置いたのが、これもちっちゃい、これ無印で買った湯たんぽ、これ600円ぐらいだったのかな、もっと安かったかもしれないですけどね、まあ、これはこれで全然いいんですけど、似たサイズ感でどっちもちっちゃいでございます。ちょっとこれを使って、まあ食材散在したので、まあちょっと例えば普段使いで夜エアコン切って、これ中に入れて寝てみるとかですね、ちょっと節約も試してみたいと思いますが、というわけで食材情報でした。いいものはいいですね。というわけで終わります。ご視聴ありがとうございました。あ、これもすごいいいです。本当に美味しい、これ1個あれば焼肉のタレ代わりにもなるし、チャーハンの、味付けにもなるし、本当に素晴らしい、スパイスだと思います。はい、以上でございます。またよろしくお願いします。